ヘブライ人への手紙をよりよく理解するためには、この手紙の著者が持っている議論のパターンを理解する必要があります。それは古い時代の制度が神によってもたらされた新しい時代の制度にとって分かったらという理解パターンです。前回は完全な制度であり、後者は完全な制度であることを 前者は、地上的で一時的な制度に過ぎないのに対して、後者は天上の世界に属している永遠であるというパターンが展開されました。エラ7章から10章にかけて記されていることからは、そうした考えが根底していました。それでは今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヘブライ人の手紙7章11節から19節までですと、それでは今日の聖書の箇所をお読みしましょう。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって人が完全な状況に達することができたとすれば、というのは民はその祭祀制度に基づいて立法を与えられたとしてですから、一体どうしてアロンと同じような祭祀ではなく、メズルキゼレクという同じような別の祭祀が建てられる必要があるでしょう。祭祀制度に変更があれば、立法にもたらされる変更があるはずでした。このような言われている方は、誰も祭祀を祭壇の奉仕に授かったというないことです。というように言われている方は、誰も祭壇を奉仕に授かったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの州がユダヤ族出身であることを明らかでした。この部族についてモーセは祭祀に関することを何一つ述べられていないからです。そのことはメズキデレクと同じような別の祭祀が建てられたことによって、またますます明らかです。この祭祀は肉の掟の立法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメズキゼレクと同じような祭司という証しされていますからです。その結果、一方では以前の規定はそれを弱く、貿易アナとために廃止されました。立法が何一つ完全なものにしかなかったからです。しかし他方では、もっと崩れる希望がもたらされた。私たちはこの希望によって神に近づくのでした。ヘブライ人への手紙の著者にとって大きな笑いの一つは、イエスというユダヤ族出身が人物がなぜ祭司職を持つメシアなのかいうのことをユダヤ人たちに説得力を持って論証することでした。その同時に、ユダヤ人たちが抱いていたメシア族は、メシア像は必ずしも一つではありませんでした。ある人は王のようなメシアを期待し、ある人々は祭司のようなメシアを期待していました。その代わりもメシアを語る時のメシアは多種多方なものがありました。ですからイエスはナビデルの
家系から生まれた王としてメシアラとだけ主張したとしても、ある人はそう十分であったかもしれません。しかし、イエス・キリストはお方を紹介するために王という側面をだけ強調すれば、イエスというお方のメシアとしての働き、肝心の部分が切り捨てられて紹介していましたとなっていました。あと、ですから、王である祭司であるメシアというとお方としてイエス・キリストを紹介しなければ、神がお使わしになったメシアを正しく伝えることはできません。もし、もちろん相手が旧聖書の知識がない人たちにあれば、メシアというそういうものとしてしまえばそれで済むかもしれません。しかし、相手がユダヤ人であれば、そういう行きませんでした。王である祭司であるという事態、モーセの律法に反することを思われ、そんなメシアを神が使わさるはずはないと反論されていました。例えば、サウル王はサムエルの到着が遅いの時代に理由に、自分で祭司を務めを果たした方かもしれません。かもことがあります。そうに対して神の怒りが食らったことは、サムエル記に記されています通りでした。同じように、サウロ王は祭司のしか許されないはずなのに、主の神殿に入って功を焼こうとして、主の怒りを買って重い病を得ました。ということを重視しているユダヤ人たちに、アラビレの継続に属するイエスがなぜ大祭司なメシアであり得るのか、そのことを丁寧に論じなければなりませんでした。確かに、後に定められた律法には、レビの系統に属する祭司、聖論の今度は規定されていました。そのような祭司的な職務を怯えたメシアが現れるとすれば、律法に無視することのようなありあれでなりませんでした。そうして、手紙の著者が着目したが、モーセの律法に先立って登場した永遠な祭司、メルキエレクというものでした。しかも、聖書はメシアレによってあなたこそ永遠に、メルキエレクと同じような祭司であるという言葉を記しています。つまり、聖書自体がアロンの家系に属さない祭司の存在を、律法が与えられた以前にも、そうして律法が与えた後にも語っているのでした。あれは、なぜそのようなことがあるのか。その手紙の著者は、その理由をレビの家系に属する祭司、聖路が完全なものではなかったでしたと、異論付きでした。もちろん、かつての聖路が無意味なものであったという意味ではありません。律法に従って、その聖路は一定の役割を果たしていました。しかし、その事情ではあり、一時的であり、完全なキリストの祭司、聖路に対して鍵のような存在で過ぎなかったのですという意味では、不完全のでした。まさに理由の例、かつての律法を聖路と異なるメルキゼレク、同じようにと祭司が立てられたということです。しかし、イエス・キリストがレビ族に属さず、ラビレの血筋から生まれたことが祭司として、キリストがかつての聖路大路のような不完全のもたらないものであることを暗示していました。しかし、聖路が、
変わったものであれば、それは規定する立法を変更されるはずだという反応に、この手紙の著者はどう答えるのでしょうか。その疑問に対して、7章16節であっさりという一定の論を述べました。この祭司は肉の掟に立法によらず、朽ちることのない命の力によって建てられた板戸でした。地上の祭司が肉の立法によって建てられたためで不完全であったのですから、新しい制度の裁量が古い肉の立法によらないことはありまして、でもいいないことです。しかし、立法を変更という言葉をあえて使わずに、朽ちることがない命の力によっておられたと述べました。続いて18節でさらに言葉を強めて、以前の掟がその弱く無益なために廃止されましたと述べました。立法が変更されたという説明では、このような大きな変化を説明しなくないということでしょう。ですから、朽ちることはない命によってとか、以前の掟が廃止されたという言葉を選んだに違いませんでした。廃止されたという言葉は、確かに、大デカルな響きを持つ言葉でした。この言葉は、一人や歩き地はね始めると、ユダヤ人たちに反応を招きかねません。しかし、イエス・キリスト自身、マタイによる福音書の中で、私は、来たのは立法や預言者を廃止するためだと言われてならないはず、廃止です。廃止という言葉が、持つカルケープなら、側面が強調される、やって完全というポイテープな言葉を選んで使っていました。確かに、言葉の直射は廃止という強い言葉を使っていますが、しかし、言いたいことは、古い勢力が不完全になったに対して、新しい祭司であるイエス・キリストが完全な祭司ということです。ですから、19章節では、事柄が持ったポジティブな側面を強調していると、記されています。他では、持った崩れた、規模がもたらされたとされました。私たちはこの規模によって神に近づくのです。新しい縁の祭祀の登場によって、神に完全に近づく規模が私たちに与えられたのは、完全なものが登場としたことに、不完全なものに用いをあえて消えてくるのは当然のことでした。